臨床心理士の高間です。この動画は毎日を健康に生きるエッセンスをお伝えしています。今日は、死のイメージ、これ死神なんですけれど、あの死のイメージが湧いた時はこうリアルに対処しましょうみたいな、タイトル的には死のイメージに取りつかれる、フラッと死にそうな時の対処法は、死のイメージに取りつかれる、フラッと死にそうな時の対処法はという話です。自殺したいわけではないのに、死の気分に取りつかれてしまって、フラッと死んでしまうのではないのか、怖いというような人とか、死に関する動画やブログを幾度となく見てしまう、そんな不安を持ってらっしゃるあなたに、何かのヒントになればと思ってこの動画を撮っています。この動画のポイントというのは、2つあって、死に取りつかれた時は、情報から遠ざかって外に出てみる、これ前半です。後半のポイントは、外へ出るのも怖い場合は人がいない自然の中へ入ってみようという話です。前半を含めた後半の記事はソレアのウェブサイトでご覧ください。YouTube の概要欄にリンクを貼っておきます。この動画は前半部のみになります。では早速ですけれど、死のイメージが頭から離れないときは外に出よう。これですね。この死神がやってきたなーって感じたときは、外に出ようということです。現実から切り離されているような状況では、何か深い感情にこう取りつかれてしまうことが起こってきます。で、次のようなツイートをしています。これ少しツイートを変えていますけれども、自殺は連鎖する、コロナで外へ出なくなってリアルな現実と接することが少なくなって、楽になることもあります。しかし例えば、捨てられるとか寂しいとか儚いとか深い感情にとらわれてしまう、そうなるとその雰囲気に流されてその感情に飲まれることがあります。で、そして死神に取りつかれたようにリアルではない死に見入られてしまうことがあります。その場合は外へ出ることです。自殺は連鎖するのかという記事を前書きました。で、関連記事リンク貼っておきますのでそれをご覧ください。その記事にはストレスが重なると危ないという場合があります。そういうことを書いてます。で、そういう時ストレスがね重なる時以外にも、このツイートのように、現実から切り離されている時も危険だということですね。で、現実からね切り離された状況では妄想というものがこう活発化してくるんですね。それは感覚遮断テストっていうのがあって、それで実証済みです。もうかれこれ6、70年前によく盛んにやられていた心理学実験があります。人は感覚というものを遮断されると、十数分で妄想が出るんですね。ですからこのね現実から切り離された状況というのは、この感覚遮断実験に近いものですから、その雰囲気、妄想ですね、それに流されてしまう可能性があります。コロナ禍というのは、自殺気分へ流される可能性があるということですね。関連記事のリンクは要はね、先ほどの感覚遮断実験の話は、ステイホーム、感覚をアンバランスにして、ステイホームは
感覚をアンバランスにして、精神の不調をもたらすという関連記事を書いてます。つまりね、これは自殺が連鎖しているのではなくて、コロナ禍という現実から切り離された状況に、多くの人が陥っていることも、要因の一つだと考えられます。で、これによって何かの感情にとらわれてしまうと、ひとたびとらわれてしまうと、ステイホームで、情報が少ないから、そのことばかり考えるようになってしまう。で、そこからね、抜け出せなくなってしまう。このね、死神のムードがやってきちゃうわけですね。で、その先に自殺ということが待っています。で、この場合の、最もよく聞く処方箋の一つは、情報端末、スマホとかね、アップルウォッチとかを持たずに、外に出るということですね。外に出ることは確かに重要だなというふうに納得していただける方は多いかと思うんですが、その情報端末を手放すことも必要なの？そこまでやるのかなと思われる方もいると思うんですね。で、ポイントはですね、遮断された感覚を取り戻すということなんですね。で、この感覚を取り戻すには、自分の感覚に気持ちが向いていることが必要で、身の回りに何か他の情報が流れていると、自分の感覚に集中できなくなるから、情報端末手放してくださいという話です。ですからね、散歩するときはスマホを家に置いていってくださいね。次にですね、似たような話なんですが、死に取りつかれそうなときは情報を遮断する。これですね、死神がやってきそうなときは情報を遮断する。精神科のね、閉鎖病棟などは、入院するときはスマホがね、没収されるんですね。それはね、情報のデメリットが分かっているから。次のようなツイートをしています。これもちょっと変更して掲載しています。外に出て人に会うこと、これが死の雰囲気に流されてしまわないためには大切なことです。外へ出られないほど消耗している人は待ちましょう。外に出る体力が出てくるまで、情報はできるだけ遮断して待っていることです。死の雰囲気はあなたにとっては不必要な情報です。情報から遠ざかることが一択です。それしかありません。ということです。なぜその情報遮断がいいのか、その気持ちを落ち着けるには、余計な情報がないことが一番、そういうところで休むのが一番だからということですね。スマホのね、こう検索能力っていうのは強力なんですよ。だからある雰囲気に取りつかれてしまっているときはね、似たような言葉でね、何度も検索してしまうんですね。で、それはね、幸せな気分だったらね、その幸せのシャワーとなって降り注いできますけれども、人というものはね、こう不安なことにね、引き寄せられる習性があるんですね。だから不安なことをもう何度も何度も検索してしまう。インターネットの世界の情報は、全て正しいわけじゃないんですね。正しくない情報がこう何度もね、インプットされちゃうわけです。で、これではね、心がやられてしまうのはね、時間の問題です。で、それは、本もね、書籍も同じです。インターネットほどではないですけれども、書籍でさえその時代の雰囲気や、学会の雰囲気にね、流されている感じですね。それは心理学も全く一緒で、例えばその虐待は連鎖する、
なんていうのはこれ都市伝説なんですけれども、これはもうね、何度も何度もテレビとか本でも報道されますよね。でまあね、その方がね説明つきやすいから、連鎖しているって言った方が。だからね、こういう都市伝説がねもう常識になっちゃうわけですね。でこれは説明つきやすいからそこに飛びついてるわけで、こう思考停止してるんですよ。だからそういう状態はね、非常にデメリットですよね。思考停止した状態に盲信してしまうということですから。この虐待はね、連鎖しないというのはもう中井久夫先生がね40年も前から言ってきたことで、これはジュディス・ハーマンの心的外傷と回復という翻訳を中井先生が しました。その本にちゃんと書いてます。まあ40年前からねそういう有名な本が出てるんですけど、いまだにそういう間違った考えが是正されないわけですね。まあそういうふうにね、本でさえ情報は間違っている、本でさえ、間違ったことが書かれてしまうということですね。その心的外傷と回復っていうのは、それは間違ってませんよ、正解なんですけれども、それ以外の本がなんか連鎖するみたいなのがメインに出ちゃってる本が多いかと思います。でもう一つはね、YouTube ですね。これブラウジング機能って言って、とっても優秀な機能なんですけれど、それはね何かというと、YouTube 見るじゃないですか。そうすると YouTube 側でカウントしてるんですよ。でこの人はこういう動画好きそうだなっていうのをね、 YouTube 側が蓄積していって、その人が YouTube に入った時に、ほらこれどうですかって、なんかどうぞみたいな形で、余計なお世話なんですが、まあ来るんですね、関連動画としてね。だからその死に関する動画をね、ひとたび見てしまうと、死に関連する動画がね、関連動画ね大量に表示されることになるんです。だからこのシステムはね優秀だけど、良くも悪くもなりますね。死に取りつかれた人はね、どん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 ね引き寄せられていってしまうんですね。で妄想がどん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 膨らんでいってしまいます。でまあ死に取りつかれそうになった時の具体的な回避策というのは3つあって、検索しない、本を読まない、 YouTube を見ない、この3つですね。検索しない、本を読まない、 YouTube を見ない、なんかフラッと死にそうな時、この3つを実行してみてください。これからはね、それやのウェブサイトをご覧ください。で後半の話はね、コロナ禍で、妄想が減ったという、この前半の話とは、正反対の話です。人の心は複雑です。死の雰囲気に取りつかれても、そこから浮上できます。情報を遮断して感覚を取り戻しましょう。